まあね、増税フラグでだいぶ味噌つけてますけれども、この対応うまくいったら、ひょっとしたら岸氏、大逆転あるかもしれないと。全世界からの外国人の新規入国が原則停止へということで、まあ事実上の鎖国を宣言しました。はい。渡航制限はね、このレベルでやらないと効かないです。基本的にはね。で、効かない上にですね、仮にやったとしても、これでね、感染がなくなるわけじゃないんですよ。原油とか輸入してる時にさ、タンカー乗ってくる船員さんとか絶対いるわけでさ、その無人でタンカーね、運用とかできないでしょ？で、それから航空便も一応動いてるし、あとはまあ最小限ね、人の行き来がやっぱあるんですよ。その外交的なものとか、あと企業でも本当にもうどうしても移動しなきゃいけないみたいなのがあるので、まあやっぱり一日で見たら数千人単位ぐらいの動きは日本国内ね、全体で見ればあるかもしれませんので、なので 100% ゼロにはできないです。100% に近づければ近づけるほど入ってくるね、人をまあ、だいぶ制限するわけですから、中でね、ドーンとこう広がってしまう、中での感染のまあ、爆発というかね、ピークはね、先送りすることはできますよと。で、その間に時間を稼いでワクチンを開発したりとかね、まあ、国内の体制を整えると、いうことになります。で、今回はね、当初はね、アフリカの9カ国からのそのね、入国制限ってことだったんで、ああ、これ効かねえなと思ってたんですよ。で、言ってるそばからもう全世界に拡大してるってニュースが出てたんで、どうするのかなと思ったらですね、キッシーはいち早くですね、今日全面停止と。いうことにしたので、まあこれでですね、まあ例えば、アフリカ9カ国からだとまあせいぜい 5% とかそんなもんだったと思うんですけど、99.9% ぐらい、まあ 99.9 は言い過ぎかな、99% ぐらいはこれでまあ、ブロックしたということです。まあとはいえ、やっぱ 1% 残ってますし、爆発的に強い感染力だとですね、結局この 1% にぐーっと絞った狭き門もですね、突破して中入ってきちゃって。で逆にね、閉めてると中感染に弱かったりもしますので、台湾まさにそうだったんですよね。閉めて時間稼ぎしてる間に何やるかってことが多分次のポイントになると思います。インフルエンザの時にやってるような基本的な感染症予防をしましょうと。ね、で、これで1年ちょっと日本は乗り切ったんですよね。1年半ぐらいね。皆さんでワクチン打ったの7月とか8月ぐらいでしょ？ね、職域接種とか始まってね、私も7月のね、まあ6月の終わりぐらいからか。始まった職域接種で、私も打ちましたけれども、あれぐらいまでまあなんとか1年半耐えたわけですよね。まあ8月はちょっとこうドカーンとこう感染爆発みたいになりましたけど、それでもまあ他国に比べればだいぶこの山はね、まあ低かった日本ですから、このね、新しい新型変異株っていうのが来てもですね、基本的な対策というのは変わりません。まあ3ヶ月、耐えていればですね、まあ新しいワクチン出てくるし、まあ日本もおそらくスピード承認するでしょう。岸田さんのこのね、今回のこの鎖国を決めるまでの、まあ鎖国っても 99% 鎖国ですけどね、100% は無理なんですけど、非常に、早かったですから、岸田さんね。これはすごい、GJ だと思うんですけれども、ね、ちょっと緩和しようかとか言ってたんだけど、あんま緩和になってないみたいな制度だったんですが、もうこれ新型株出てきて、逆にね、日本のまあその渡航制限の解除の解除がですね、ちんたらしてたんで、まあ、逆に助かっちゃったみたいな部分はあるんですけれども、まあ、そこから、まあ、さらにですね、例外すら認めないということで、原則、全面停止と、いうことを発表したのは良かったと思うんで、これ、このペースでですね、ワクチンの承認もね、今回は前回みたいに2ヶ月遅れとかないようにね、ぜひね、抜かりなく、岸田さんにはやってもらいたいなと思います。まあね、増税フラグでだいぶ味噌つけてますけれども、この対応うまくいったら、ひょっとしたら岸氏、大逆転あるかもしれないと。思ってますので、まあ、今回の決断の速さはですね、良かったなと、逆にね。ま、いろいろちょっと、岸田政権の悪いニュースばっか出ていたんで、まあ、久々にいいニュースが出たんじゃないかなと、いうふうに思いました。以上になります。もし、良かったと思っていただければいいね。コメント、チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。情念司のニュースの裏側、ガオーでした。